新聞紙をお花紙でくるんでお団子を作りましょう。まず新聞紙を大人の手のひらくらいの大きさに切ります。一つずつくしゃくしゃにして丸めます。お花紙を半分に切ったら一枚ずつ半分に折っておきます。お花紙の周りに水のりをちょんちょんとつけます。丸めた新聞紙を真ん中に置き、手前からくるくると巻いていきます。両端を軽くひねったら水のりをつけて内側に倒します。手のひらで丸めたり指先でつまんだりしてまん丸にします。白いお団子をたくさん作って、牛乳パックで作った三方の上に貼ります。9個。4個。1個貼り付ければこんなお月見団子ができました。3色のお団子を作り、用事を刺せば団子3兄弟。赤、オレンジ、黄色などで作り、ヘタをつければカラフルプチトマト。藤色やウグイス色で何個か作り、つるにつければぶどうの出来上がりです。他のものと組み合わせても楽しいお花紙工作ができそうですね。